テレポビズ。こちらのホテルは壁がですね、玄関先に落ちてきていまして、どこから落ちてきているかというと、あの上のあそこからですね、壁が崩落してきているというのが分かります。そしてさらにもうほぼですね、こう営業できないような状態ですよね。あ、そしてですね、あちらこれ2階部分でしょうか、もう壁が完全に崩れ落ちて中がですね、見えるような状況になっています。大小22の旅館が立ち並び、石川県を代表する温泉郷、七尾市和倉温泉。和倉温泉に来てるんですが、このように地面にはもう亀裂が入ってしまっていて、あちらのですね、老舗旅館加賀屋の建物にもですね、いくつもこう交差するような割れ目が入ってしまっています。県内屈指のブランド力を誇る加賀屋もこの状態です。館内の取材を許可してくれた旅館がありました。こちらの旅館、上見てください。やはりあそこ大きく縦にですね、割れていますね。建物が割れてしまっています。はい、ちょっと中にお邪魔してみようと思います。銀河新年とあって、まさにお正月の書き入れ時、お客さんも多かったと思うんですけれども、その中でこの地震が起こってきたということで、失礼いたします。すみません、テレ東京というんですが、よろしいでしょうか。創業220年の老舗旅館、美湾荘を切り盛りするのは3年前に引き継いだ多田社長です。ちょっと館内の被害の状況といいますか、はい、ちょっと教えていただきます、はい、あ、もう海が一望できるロビーなんですね、はいはい、お客さんどういう状況だったんですか。満室というか、その満室です、はい、元旦なんで1年で一番忙しい日です。なるほど、そこに地震があった、はい、4時10分ぐらいだったんで、はい、到着されてる方とされてない方は、はい、ああ、ちょっとチェックインぐらいの時間の、あ、こちらが階段ですかね。はいはい、はい、あれもやっぱり地震で入ってる。こちらがカメラさん、この階段なんですか、横にひびが入ってるかですかね。あ、じゃあどうぞ。すみません、ね、ご迷惑をかけていただいて申し訳ないです、はい、逆にこの割れたというところで調理所吸収されたってことなんですか。そうみたいです。建物も、まあ、ちょっと専門家じゃないので、はいはい、まあ、割れないと逆にもっと建物がひどいぐしゃぐしゃになる。なるほど、あ、ここですよね、次で、こちらも、はい、次、あ、ここがちょうど割れてる部分なんですか。そうです。で、上に行くにつれてちょっと開いてる、はい。あ、だからここは今3階部分なので、まだこの割れ方が、はい、お部屋があんな感じでちょっと、あ、お部屋ちょっと失礼してもいいですか、うん、すいません、こちらじゃあ3階の辺ちょっと失礼します。この中ドア失礼します。ああ、もうお部屋もですね、この靴輪が倒れていて、ちょうどですね、宿泊してるお客さんがいらっしゃったんだと思うんですよね。あの、ちょうどもうそのまんまの状態でこう、ね、今誰もいないという、はあ、厳しいですね、はいはい、ここが7階ですね、はい、失礼いたします。あ、ここは7階のフロアですか。あ、危ない危ない、割れてそこ畳む方がいいんですか。あ、そうですか。ここがですね、下が建物がまさにここで割れていてですね、建物がここで割れて下の部分がまさに見える、下の階が見える状況になってしまっていますね。ちょうどこれが西館、これも一個の建物なんですか。別に西館東館とかいうわけじゃなくて、あ、一応ここが館の継ぎ目になるので、あ、館の継ぎ目、はい、はいはい、でこれがだから継ぎ目の部分でこう割れたというか。そうです。
割れて、はい、まあその力を逃がす仕組み、うん、なるほどなるほどとは聞いてても、うん、そうです。実際割れたらちょっとびっくりする。だから建物の作った方なんかからするとここで力が解放されて全体が無事だったという。そういうことだと思います。なるほど。ただね、社長としては自分の旅館が真っ二つっていうのは、うん、どうですか。ここ見られて、いや言葉がない。うん、高野さん、こちらのこうね、あの下駄が、草履がこうもう散乱しているというか、おそらく慌てて、ね、お客さん逃げたんだと思います。そして子供用のスリッパなんかもありますけれども、そして奥もですね、おそらくね、慌ててお客さん避難されたんだと思います。このようにもう中は部屋の中散乱した状態で、非常にいい部屋、広い部屋ですね。一家でこうくつろげるぐらいの部屋なんですけれども、ご覧のようにありさまとなってしまっているということです。1月1日、68ある部屋は正月休みを楽しむ家族連れなどで全て埋まっていたといいます。部屋の状況から地震の大きさ、客は気の身気のまま逃げるほかなかっただろうことがうかがえます。だからあのちょうどあっちに見える公民館とか、ピンクのやつですか、はいはいはい、とか小学校とかにまずは高台に避難ということで、あっちに避難して、そうです、大津波警報が来ちゃったんで、はいはい、まあ、結局津波はこちらには来てなかったんですけど、うん、まあ、警報出たんでみんなで上がっていただいてっていう感じで、避難所で一晩の方とか、うん、あとお車で一晩の方、うん、で翌日に荷物を、まあ、ちょっと余震が来てない間に取りに来てもらって、もう帰れる方は帰っていただくで、まあ、冬なんで JR の方も多かったんですよ、電車で来られてる。で金沢まで何年でもお送りしなきゃということで、まあ、バスを出して、うん、会社のマイクロバスとかで、カピスト輸送というか、まあ、1回しか行けないですよ、うん、1時間、普通なら1時間20分ぐらいで金沢駅まで行けるんですけど、4時間かかって、はい、もう、そのすごい良かったのは、もう、怪我人1人もなく、こんだけ旅館がいっぱいあって、あの普段住んでる方より夜の人口、だからその泊まる方の人口の方がはるかに多いっていう、ちょっと変わった町なんですよね。でそれだけの人数の方が、まあ、安全に避難して、で翌日には、まあ、金沢までなんとか、みんなどこの旅館も本当にあのみんな必死になってそれはやってたので、あのできてよかったなって。だから皆さん帰られて、他の旅館さんもいっぱい送ってて、その最後のバスかな、私見た時ちょっと涙出そうになりましたけど、無事にということですよね、うん、送り出されて、うん、ってことですね、うん、続いて案内されたのは個室で食事が取れるスペース。2020年にオープンしたばかりでした。あ、電気は、あ、やっぱ電気がつくと雰囲気が分かりますね、うん、ほんとこれは、あ、これ個室でそれぞれご飯が食べれる、うん、あ、そう、あ、なる、そこが、上もちょっとこれ、なるほど、ここは本来は夕食だったり、うん、朝食だったりを、でもご飯中じゃなくてよかったですよ、ね、よかったですね。多田さんは震災後も毎日旅館に来ています。電話を受ける必要があるほか、防犯などの観点からです。コロナがあって、うんうん、ようやく5類に移行してという中でのお正月だったわけですよね、うんうん、お正月のやっぱ売り上げってのは大きいわけですか。そうですね、お正月、まあ、大晦日30、31とか大晦日から、まあ、お正月三が日ぐらいの、まあ、5日間ぐらいで、だいたい1月の売り上げの半分ぐらいはそこだけでっていう感じの時ですし、当然めでたいからみんな客単価も上がって、稼ぎ時のお人数も多いし、まあ、出すお料理も豪華だし、はい、そこをまさに直撃されたっていうか、うん、はい、あ、こんなことは今までありました。いや、ないないです、まあ、コロナの時もお客様は来なかったですけど、
物壊れてるわけじゃないので、建物とかに。なるほど、うん、そんな中でまあどうなんでしょうか、これからはまだなかなかこのもう起こったばっかりで、うん、見通せ、今これからどうっていうのはどういうふうに。いやもうビジョンが全く立たない、うん、経営の再建っていうふうにこれからなってくる、どうなんですか、うん、実際問題できるのかっていう、できるかどうかも含めてまだ全然したいですけどね、実際問題できるのかなっていうのは、うん、ちょっとわかんないです全然、うん、まあ、いろいろありましたけど、能登沖地震もあったしコロナとか、まあ、それ以外にもなんかいろいろ、うん、これでもかこれでもかって毎年なんかあって、そのたんびにみんなで頑張ってきましたけど、うん、今回はちょっと違うとか桁が違います。もうあの建物がまあ割れて、まあ、当然しばらく営業の再開の見通しっていうのはやっぱなかなか立てられない、全然わからない、ないね、うん、全然わからないし、町全体がもう能登半島全体がダメですし、ちょっと見当もつかないと、そろそろ社員のみんなの被災 してますし、社員も健康とかどうしてんのかなとか、そういうことも含めてこれから心配だし。何人ぐらいの雇用を原さんが預かってらっしゃるんですか。一応ですね、あの正社員で55名ぐらいで、あとはその外注さんですよね、お掃除とかそういったことをしてくださる会社さんも含めても100人もっと超えてますね。その方々の雇用もどうなるかというか。そうです。今必要なことってのは何でしょうか、その政府も含めてですけれども。皆さんの生活の支援、暮らしていけるように、まずインフラ、もちろんインフラですけど、水が全然まだ全然多分ダメだろうし、皆さんが健康な生活ができるようになってお金の心配をある程度しなくていいっていうところまでまず行かないと、片付けとか、あの、まあ、この店だけじゃなくて、あのこうコミュニティ全体、うん、片付ける気力もまだみんなないだろうし、うん、今日飲むお水とかどうやって今日暮らそうっていう、そういうことしか皆さん考えれないと、うん、普段おかみさんは多分テレビとかこういった表には出られないんですよね。うん、まあ出ることもありますけど、はい、うん、着物着て、はい、そういうお客様が来るっていうその明るい話題とかで出たりはしたことはありますけど、まあこういうね、こういったことで出たくはなかったですけど、まあでも本当に助けてほしいので、もう誰一人自力で立ち上がれる人なんていないですから、これをまあ見てもらって助けてほしい。3月には北陸新幹線の延伸も予定され、北陸の観光業界は期待に胸を躍らせていました。多田さんには全国に届けたい思いが。行ってほしい、頼むから行ってほしい、キャンセルしないでほしい、行って北陸全体のこの業界を支えてもらいたい、そうしてもらわんと私の能登半島も全然復興しないです。業界全体沈むとも、うん、そういうことは絶対嫌なんで、本当応援してくださる気持ちがもしあるなら、もちろんここはダメだけど、その近隣の大丈夫なところへはもうみんなで行ってほしい、うん。